ついに、ワンクールラスト回だ。前回おめかししたマオマオが次回予告に出てたからすごく楽しみにしてたのよ。今回もどんな展開になっていくか楽しみだぜ。それでは早速12話の視聴者の反応を紹介していくわよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。第12話始まった。第1クール最終話感慨深い、あっという間だったな。 OP から星座で鑑賞しよっと。今週も OP から、ラスト花になって、年内最後始まった。最後の花になってだ。1月からは変わっちゃうのかな OP。OP 花になって緑黄色社会。花になって人種の重め合いって感じで好き。はじまた今日で原作小説一巻が終わり。リアタイの時間だ。目が離せないのところでスカートをバットするの好き？玉葉様さん？口がさんの玉葉妃提供。玉葉様のお顔が、可愛かった。どうした玉葉妃？玉葉妃おもろ。玉葉様すでに可愛い。玉葉様お顔。なん今の玉葉妃かわよい。どうしようか。人種久しぶりに憂いの顔。一族丸ごと肉系なのか。肉系かっこ体の一部を傷つけること、鼻切りや入れ墨など。肉球に処された？本人とマオマオの関係があるのけ。それだけの大罪を犯したということ。さすがに該当者が多すぎる。80人も多いな。マオマオも関係者となるわけだ。マオマオもか。うわぁ大粛清やん。あの旅館のおばさんの一族郎党すべて罪。関係者。お望みであれば隠蔽できちゃう。人種派マオマオの言葉が響いてるか。本民とマオマオ、関係あったの？命令するのは簡単だ、簡単に決めてしまえばいい。隠蔽。引き止めたくて仕方ない人種様。人種様は聞けばいいのに。もう乙女のムーブです人種。難しい判断よな。連座に巻き込まれたな。大量解雇？亀裂が開くのが恐ろしい。人種様恋煩い？関係性遠すぎでしょ。リストラ。大量解雇。シャオランさんだけが癒しだよ。もぐもぐシャオラン。星垣？なんか美味しそうなもの食べてるね。今週のくのちゃん。シャオランだ可愛い。この時期にリストラ、クビ、解雇の話は怖い。くの岬情報もう、やばい。相変わらず情報が早い子。なんだか嫌な予感がする。どこでも結局売り飛ばされるマオマオ。今は困る。売り飛ばされる可能性が高い時に。あんたの客だよ。帰って即売り飛ばされる。やり手ババア。マオマオ売り飛ばされる危険性あるんよね。これが人材派遣ですか？マオマオ。めっちゃ探し回ってる。なんかぬるぬる動くぞ無駄に。焦ってるマオマオ珍しい。カメラワーク超すごいな。自らの保身には奔走するマオマオ。人種様、マオマオには紳士でいたいようになったのね。いやー高貴な方にも直接会えるってマオマオ結構顔広くなったね。マオマオの心、人種知らず。ぬるぬるカメラワークさんお仕事しまくりである。無駄に駆けずり回ってたシーン何？めっちゃ動くマオマオ。人種様探すのに作画コスト使いすぎだろ。高級の美術、素晴らしいな。人種様。見つけた。直接人種に聞き込むのか。解雇されちゃうのか。このままでは解雇される。マオマオ解雇当確。毒味もできるし。解雇、どうしたい？お目目綺麗。毒味ができるって普通に言えん言葉やな。TDN 旅館。声の震えさすがすぎる。ここに留まれって命令されたらそうなる。ホラーちゃんと言わないから。首にしないでくれ。すれ違いコント来たな。交渉失敗。あげて落とす人種様最高。マオマオ解雇。金は弾もう？すれ違う二人。交渉失敗。解雇かっこ丸々アウトみたいな風に聞こえて笑ってしまった。交渉失敗。バイバイマオマオ。命令されれば。ナレーション。交渉失敗。解雇。交渉失敗。マオマオ解雇。必死アピール。失敗してやり手ババアの餌食。言葉足らない二人。そして売り飛ばさられるのであった笑い。ここのすれ違いなぁ。バッドコミュニケーション完璧に踏んじゃったねぇ。違う違うそうじゃない。え、ここまでめっちゃ尺取ってない？ナレーション良すぎ。ナレーションのタイミングが良い。ナレーションおもろい。出ていく準備終わってる。ほんとこの二人は言葉が足りない。バッドコミュニケーションマオマオ。小説で読んだ時このすれ違いつぼったなぁ。人種様の苦悩も好き、あんなに人種様を探す姿もいい。命令したくないんだって言えよ人種。あまりにも言葉が足りないというか、マオマオの利発さが裏目に出たというか。ナレーションは非常である。言葉が足りない心の声全部聞かせてあげたい。ジメジメしてキノコ生えてんよう。ジメジメ。うじうじ人種。人種様切ったねー。人種様うじうじ。面倒くさいお人だ。人種様。キノコ生えてますよ。キノコはジメジメしたところに生えるを体現する人種様。人種の落胆ぶり。人種後悔している。礼儀正しく出ていった。玉葉様。大好きなキノコ人種やっぱり可愛い玉葉様。後悔しても知らないわよ。闇鬼人種様の目がめちゃめちゃいい。がお旬の手回し。おもちゃなくした子供。人種様、目が死んでる。できる部下がお旬。どよどよ。いじいじ。じめじめ。どよどよいじいじじめじめ可愛いな。
人種にキノコが生えとる。マオマオの好きそうなキノコが生えてらっしゃる。水まで垂れてる人種草。人種様、落ち込みすぎ。キノコ人種様。未遊女だ。ウインクマオマオかわいい。七海ひろきさんの声がする。胸の格差社会である。人種が落ち込んでいる様子、漫画版に輪をかけて半端ないな。やっぱ化粧したマオマオかわいいな。めんどくせい女とめんどくせい男が両方備わり面白い男女に見える。この三人だけでどれだけ金稼いでるんだろう。プロの化粧だからより映えるな。ジュカ様は美女の声。金金金すべて金次第。マオマオかわいい。ぺったんこ。走行の差が。メイクされマオマオエッチだ。栄養のプレッシャーがガガ。マオマオかわいい。にしても脅威の格差社会。三匹揃うとさすがの絵面ね。やり手ババアすぐマオマオ売ろうとするな。マオマオが嫌がってる顔良いよな。このシーン映像化されるって、何気にすごい。泥棒すな。随分と雄大な建物。猫ババ志向マオマオ結構好きかっこ気合の入った美術背景たちだ。一体どんな金持ちなんだ。よかったね売り飛ばさられなくて。マオマオ一つくらい。盗んでもバレへんか。しっかしでかい。マオマオとの差がえぐい。さあ行きましょう。あ、漫画だとトコマだったけどテーブル席なんだ。パイリン。ジュルってねえ。本性隠せてねえぞパイリン姉ちゃん。ニコニコ生マオマオかわいい。何かと思ったら笑顔。下手すぎる。ぎこちない栄養スマイルマオマオかわいい。やはり娼婦というよりはホステスか。胸のパワーがとてつもない。おお、美しいなこれは気合いの入れようよ。三匹大活躍。ずっと栄養スマイル生マオマオ。ビジネス笑顔マオマオ。マオマオホステス業頑張ってんな。楽しい時間かっこ適当。このシーンたっぷり見せてくれるのすご。ジン。し、どっかで見た人がいるな。いや人種様じゃん。一人になりたいんだ。自分から行くのか。いるし。マオマオに気づかない。コンパニオンとくたびれ人種。一人一テーブルなの。しょんぼり人種様。なぜ避ける。お触り禁止です。服装がまんま人種やないか。変装してこいや。化粧は化けると言います。美女には触れないでください。こんなところで会うんかい。人種様が来てて草。低層を疑う。エッチなことしたんですか。してない。人種様。低層を疑う。アルバイトという単語がポンと出てくるの面白い。処女中がいた時に使える絵面助かる。あっさりすぎない。人種様なら買えるな余裕で。人種様がマオマオを買う。俺が買ってやろうか。通じてません。話が噛み合ってない。すれ違いに気づいたか。お互い伝わってないんだよ。人種ちゃんとキモいね。素晴らしい。人種様、完全にバッドコミュニケーションだったんよね。今回の解雇。毒実験はさすがにやめろ。なろうと思う奴がお前以外いないよ。毒実験だけはできない。化粧マオマオいいわ。人種様、ここでアンジャッシュに気づく。笑われてる。気力が減ります。ちょっとだけちょっとだけでいいから。ちょっとだけ先っちょだけ。妹が男とイチャついててお姉ちゃんたち楽しそう。あ、関節キス。積極的である。またやりよった人種様。マオマオでなければ即死していた。ギャー、てかこんなんもう告白じゃんね。そういう関節キスもあるのか。ちょ、キモ笑い。かわいい。あの嫌がり方。人種様ほんと美しすぎんな。ガオシュン様のうなずき。ガオシュン黙ってうなずく。人種様キモすぎる。こういうのでいいんだよ。姉ちゃんに囲まれるマオマオかわいい。触ったら逮捕。ガオジュン様金持ち。わら。あれ誰なんだって絡んでる女家様かわいすぎて死んだ。普通に考えて大出世やろ。いろいろありましたってか。そばかす。化粧マオマオやっぱりかわいかったな。関節キスのシーン楽しみだったから嬉しい。この子の環境で本当によく低層保ってられるよ。む。暖かいお湯ある風呂あるってやばいな。関わり合いたくない場所であった。マオマオの入浴シーン助かる。ババアとの風呂。BBA の入浴来た。ババア？ BBA のはいらねえな。ばあさんの入浴シーン。ばあさんとの入浴シーンとは珍しい。久々に老婆の肌を見たかもしれない。この背中だけで見せて、声優さんの声色だけで見せるやり方すごくいいね。ババアのサービスシーンや。やり手ばあちゃん、やり手だけど優しい。ババアとのあたりは兄折なシーンだね。50年前のスターのサービスカットでしたね。こんなシーンあったっけ？ルオメンに昔の高級のこと聞きてー。まるで最終回かのような振り返り会。襲名劇かな。つわぶきかな。綺麗な夜空だな。高級も花巻も大して変わらない。花園であり鳥かごだ。急に挿入歌だよ。挿入歌ここでかー。酒飲まずにはいられない。花園は鳥かごの中でしか成立しない。また長めの回想？ある意味総集編。真帆嫁も雪のシーンに挿入歌入れていたなこの監督。てか今日が1クール最終回？来週はもう年末やし。雪見酒。どうなるんだろうこれから。そりゃ寒いでしょ。寒。デフォルメ、あんなに縮むんだ。確かに薄着の雪空はクソ寒い。鬼人様による見受けきたー。
道中仮装きたー。不思議な踊り。やり手ババアもまおまおも手中に。す、れ、た。まおまおのことわかってるなー。ルパンダイブなんだわ。こいつら揃いも揃って喜びの舞を。道中仮装でまおまおを買う瀕死様。道中仮装で買われた。まおまおの都合なんて心得ているんだ。道中仮装で売られた。ここで終わりかー。1クール。CAST。金と道中仮装で買い戻し。1クール終了。まおまおは瀕死様のもの。道中仮装さん道中仮装さんじゃないか。まおまおよだれ。次回外定勤務。めちゃ絵が綺麗でよかった。第2クールも楽しみ。ものすげえ力技のワンクールエンドを見た。人種様に買われたんですね。やり手ババアもまおまおも大喜びな結末でよかったじゃないですか。人種様も手放したくなかったまおまおを連れ戻せるわけですし。みんな幸せな展開。どうしてくれんだ嬉しすぎて涙本気で出たありがとう本当に一人の娘を所望したで終わってくれて本当にありがとう本当にありがとう。やり手ババアとまおまおの喜び方一緒。プロポーズのように箱開けたのよかった。高級首になって人種様に買われるのを繰り返す永久期間とかどうかな。しんみりモードからの最後のオチが面白かった。え、2クールなんだ終わると思ってたからすごい嬉しい。ついに羅漢登場か。やり手ババアと喜び方似てるな。さて、モノクールの声はどなたになるのかな。まおまお、仮にも義女の自覚なさすぎる義女に対して勝ってやるは身受けで妻は愛人コースじゃないの。人種とまおまおらしいけど羅漢が来る。いいねで勝った、なんつうところできるんですか。まおまおがもらったのはかんざしじゃなく道中仮装か。金子で喜ぶやり手ババアとまおまおが同じ反応してるのくさ。次回、外定勤務。また来年。薬屋の独り言次のクールもあるのか土曜の楽しみが減らなくてよかった。道中仮装か。寄生植物だっけ。画像検索すると怖いやつ。怪しいモノクルの男、中華風なのにモノクル？いいんだよ細けいことは。ここまで見てきて、比較的落ち着いた感じの流れが良いなと思った。まおまお迎えだよって終わっちゃったと思ったけど次回予告に着飾ったまおまおと馬車乗ってた？え楽しみ。とうとう羅漢でできたか。前とは違う職場になりそうな雰囲気だ。これまでの作品の空気感そのままのワンシーンにナレーションでスパッと決着。こういうシンプルかつメリハリの効いた演出って好き。フリーレンも薬屋もツークールなんだ。幸せ。やり手さんとまおまおのそれぞれの喜び方よ。それでは今回の動画はここまでよ。これからもアニメ薬屋の独り言についてたくさん動画を上げていくから、見逃さないように、チャンネル登録、ベルマーク忘れずに頼むぜ。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。